はい、去年は1年目でなんか本当に開催されること自体にもうすごくそわそわしてなんか浮き足立ってた感じもしたんですけど、今年は2年目ってことで本当に先輩も多いし、先輩っていうか僕にとってレジェンドみたいな人たちがすごく多いので、なんかそういう人たちにちゃんとこう内容的にもライブでも納得させたいなと思います。そうですね、まあ、ほぼ別に言ったんですけど、まあ、先輩同世代だし、まあ、多分見に来るバンドマンも多いと思うので、通り宮でやんけって、まあ、1年目はおめでとうだけだったと思うので、2年目はどんなもんじゃいって感じだと思うので、まあ、それをちゃんと、まあ、ライブでもそうだし、会場全体の空気で、そういう風にできたら、思ってます。今年は本当になんか去年よりも気持ち的になんかどっしりどっしりというか、まあ、まあ浮き足立ってない感じがあると思うので、本当に先輩も今年は多い。で、会場もムードもブースもまたパワーアップしてるので、それが楽しんでみんなにも楽しんでもらえるようなフェスですね。本当にかっこいいバンドしか呼んでないので、でも僕らはそれに負けないライブをしなきゃいけない、いいライブをしようと思います。はい、誰よりも楽しんでください。誰よりもやろうかっこよくいて、女の子に優しく仕上げて来年もやりたいし、明日ももちろんやりたいし、毎年やっていきたいんで、一緒に守っていきましょう。よろしくお願いします。